アッパーウエスト州はガーナの州。人口68万2575人。ガーナで最も人口の少ない州である。国土の北西端に位置し、北をブルキナァソと接している。州都はは、住民はダガリ人、シサラ人、ワラ人が多い。ダガリ人は西部、ヒサラ人は東部、ワラ人は州都はとその近辺の少数の村々に住む。ダガリ人、 ヒサラ人は、キリスト教徒とアニミストが多く、バラ人は、イスラム教徒が多い。ワラゴとダガリ語は、異が少なく、相互の意思疎通は容易である。シュートアの南には、ウェシャカバ保国がある。この地方の主産業は農業であり、トウモロコシ、雑穀、ラッカセイ、シアバター、ベイなどを栽培している。また、羊、ヤギ、鳥、豚、 ホロホロ蝶などを肉と卵のために飼育している。10月から5月にかけては寒気であり、農業はできない。寒気が長すぎるため、多くの人々が寒気の間季節労働者として湿潤な南部へと向かう。この地域の特徴的な文化として、ピトウと呼ばれる雑穀から醸造する甘くて軽めの酒がある。ピトウは露天などで氷炭に入れて供される。 アッパーウエスト州の地区アッパーウエスト州は、ジラパ、ランバシー、ラウラ、ナドリー、シサラ東、ヒサラ西、ワヒガシ、ワシ、ワニシの8地区に分かれている。 http://archive.is/.20130428143742/.http:/www.world-gazetter.com/.wg.php, x="and, main="yattom and lng="en&, de="wg&, ジオイコールマイナス 85&SRT イコール PDNN& コルイコールワブクデフガイニック &MSZ イコール1500。ありがとうございます。